こんにちは葉山の簡単カタカナ英会話です今回は、えー、英語の文法のおさらいをしてみたいと思います、えー、この文法で皆さん縛られているんですけれどもうんまあ皆さんこれ中学高校まあ、大学でもこれやるんですけれどもあのうーん、これに縛られないように なっていただきたいのが本音なんですが、まあえー、ちょっとおさらいということで今回やってみたいと思います。えー、まず英語には大まかに語文形というものがありますでここではサブジェクトは主語のことをサブジェクトと言います動詞のことはバーブと言います目的語をオブジェクトそして保護をコンプリメントと言うんですがまあ あまり深く考えないでくださいで、この五文型には主語 S プラス動詞バーブこれ第一文型と言います第二文型は主語プラス動詞プラス保護 で第3文型は主語プラス動詞プラス目的語オブジェクトですから目的語で第4文型がサブジェクトプラスバーブプラス目的語プラス目的語で5番目はサブジェクトプラスバーブ主語動詞目的語保護となります五文型に関してはすごいあ,のあんまし例がないので例えば えっと僕は彼をジョンと呼ぶという場合、I call him John。him が目的語でジョンという名前が保護になるこのくらいしかないんですね。じゃあちょっとお,おさらいをやってみたいと思います。あの何回も言いますが、あまりこれにこだわらないでください。えー、耳から入る英語、えー、まあ。 ネイティブスピーカーはこんなことを考えて話してはいないんですけれども日本語とあの、まあ、言葉の順序が違うのでこういう決まり事があるぐらいに考えて軽く考えてくださいでは始めますえではま,まず第一文型の主語プラス動詞 S+V プラス、v、から始めます。例文としては 「Irun」「I」I が主語で「run」が動詞になります。私は走るということですね。次に「IJUMP」「I」I が主語で「JUMP」が動詞になります。私はジャンプするという具合なんですがここの V の動詞ここに入るものって割と少ないんですね。一つの言葉で 動きを表すものって割と自立している単語は少ないですね後ろになんかつかないと意味がつか,あのからないものが多いですまあここでは「I run, I jump」あ,あと「Smile」とか「Laugh」とかもありますけれども、まあ、ちょっと日本文にするとおかしいので、まあ、ここではこの2つをピックアップしました次に「 第二文型主語プラス動詞プラス保護ですね、えー、これよく使うと思います、えー、ここでは I feel good I が主語で feel が動詞で good が保護になります私は気分がいい気持ちがいい I feel good 主語プラス動詞プラス保護で次に you look cute あなたはかわいい この「ルック」っていうのは自分が見るという意味とああいったの方がどう見えるかという時に、えー、も「見える」という意味があります。You look cute だと「あなたは可愛く見える」「You look beautiful」とかも言いますよね。そしたら「あなたはあすごい、えー、の美しい」まあ「You are beautiful」「You are cute」でもいいんですけれども、まあ、ここでは「ルック」をあげました。 そのほかに B、えー、動詞っていうこれ日本語でいろんな文法に、えー、名前を付けなきゃいけないので B 同士ということなんですけれどもあんまり深く考えないでください。B 動詞は「何々です」の「です」にあたります、えー。例えば「I Japanese だと「私は日本人」ですがないんですよね。 私は日本人ですのですが、am になります。I am Japanese。まあ短くすれば、I'm Japanese。で、まあここに他のも来れるんですけど、あの名前を I'm 誰誰とも言いますよね。えー、次の B 動詞は is。He の He とか She 彼彼女は is ですね。彼は優しい。He is kind。彼が主語で is がが動詞でが保護になりますこういうふうに第2文型はいろいろありますね。えー、で今度第3文型は、えー、主語プラス動詞プラス目的語。えー、例文としては「I eat lunch」。 私は、えー、昼食をこのランチが目的語を食べるが動詞 I eat lunch 私は昼食を食べますで次は I buy a hat 私は帽子を買います「えー、buy が動詞で「a hat が目的語まあ目的語の場合は名詞が多いですねこういう風になります 第四文型は主語語動詞プラス目的語が2つになります例えば例文としては I buy my, my mother a book. 私は母に本を買いますあまりこういうことにやらないかもしれませんけど、まあ、例文なのでこういうふうに「I buy my girlfriend a book」でもいいんですけどね「I buy my kid a book」。 まあ、子供も2本を買うの方がいいでしょうか、えー、次に「I teach him English teach 私は彼に英語を教える」えー「teach」が動詞で「him」が目的語「english」も目的語「誰々に何々をどうする」ということで、えー、こういう、S「s++v++o+o プラスプラスプラス」というのがあります えー、次に、えー、第五文型は「S 集合プラス動詞プラス目的語プラス保護」これなんですけれども、うん、あんまり文系、えー、例文がありません代表的ね、えー、ほとんどの教える英語を教える方が使う例文は「I call him John」「誰々を何々と呼ぶ」ということなんですけれども えー、まああの呼ぶっていうのがコールヒム目的語ジョン保護となるんですがで私は彼をジョンと呼ぶ、まあ、これが代表的な例文です。以上が、えー、英語の、えー、特徴的なあ、まあ、語文系と言われるものをやってみました。 えー、皆さんこれにこだわらないでください、えー、ネイティブスピーカーはこんなことを考えて話しているわけではないんですがこれは英語学というのがあるんですね英語をこう科学的に分析するというのでこういう文系の分け方をして学ぶ分野があります、まあ、英語には大まかに三つあって英語の文学こういう英語学それと英 英語教育この3つのフィールド分野が専門分野があります。今回はその英語学の方の英語を分析して、えーまあ、学習するという形でこの第5文系を取り上げてみました。 えー、皆様にお伝えしたいのは英語はこういう文系で学ぶのではなくて、まあ、大学でもあの他の英語の学校でも教えてると思うんですが英語は場面で、えー、学ぶのが一番早いし、えー、吸収されしやすいです。 TOEIC、えー、という英語の試験がありますがここでも出されるのは場面ですよね職場オフィスだとか学校だとか家庭だとかまああのまあもろもろなんですけれども映画館とかだからそういう場面がシチュエーションがあって会話が成り立つのでこういう場面で、えー、皆さん習得した方が早いと思います。まあ えー、そのためには、まあ、あの自分で話しかけたりあの、まあ、ネイティブスピーカーじゃない、えー、海外アジア系の方でもあの英語で会話をする、えー、いろんな場面でこう話してみる間違っていいんです間違って覚えるというのが英語なので間違わないで英語を習得するというのは不可能なので皆さん大いに間違ってあの勇気を持って話してみてください。間違いが えー、英語習得の糧になります。えー、今日は第5文解につ,ついてやってみました。グッジョブや、えー、登録をぜひお願いします。えー、また、えー、質問やご意見があったらおよコメントをください。よろしくお願いします。I see you later. Bye.